あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、おまつさん。あ、おまつさん、多分部屋に貼ると。あ、そう。はい。さ、あいつ思う話は。え、あいつな、野球マジで下手くそやねんけど、この前13打席連続三振してんよ。13です。マジっすか。ちょ、それさ、あいつに聞いてみて。いや、さすがに。いけ。さすがに。ちゃ、大丈夫。俺3年。何かあったら俺誰か言ったら、いや、さすがに。いや、ちょっとさすがに。あっ、もう持ってもらえますか。うん、大丈夫です。ん、何、いや、な、いや、あの、なんか、なの、なん、え、どうしたん。おもさん、13打席連続三振したんですか。ちょ、さ、勘弁してください。ちょあれは不調とか、ちょ、絶対さ、それはないっすよ。不調だよ、いつもや。いや、まあ、いいかな。まあ、ちょっと、ベンジ行こう。そう、グーッと食べて。なる。生きとるな、解放ステーションが。なるなる。そう、グーッと食べて解放。期待しとるぞ。なるなるなる。はい、すまん。よし。待ってから。ちょっと今日はね、風強いけども、しっかりと朝ね、充実してできました。でな、お前ら。昨日のな、新しく取り入れたトレーニング法、解放エクステンション、早速な、3年の翔太が、実践していて、いい傾向です。お前らも見習ってな、まずはやってみる、取り入れてみる、この精神を持ったままな、さよなら翔太。なる。やっていきましょう、OK。はい、じゃあ、朝食食べてから本練習の方行きますが、翔太ちょっと、まあ、解放エクステンションの経過も知りたいので、少し残って打撃指導行きます。打撃で。はい、じゃあ、よっ。どうしよう。おはようございます。次、試合何時から？次、1時間半後なんで、ミーティングが1時間20分後ですね。あ、はは、オッケーオッケー、さっき。どうします？飯行きます？俺、疲れたから。あ、休憩します。先輩、やばいです。ミーティング始まってます。はい、それぞれかな、個人の課題とチームの課題、その2つとも意識しながらな、勝利を取る感覚でやっていきたい。そうだ、出ろ。そうだ、ちょっとこんなくだも、ええわ。出ろ。ある。邪魔。いい感じやね、チーム。邪魔せんといてくれや。さっき監督と話した結果、午後から練習オフになりました。で、まあ、ちょっと室内練習場。よし。は？ちょっと、あと30分あるから、最後まで行けられて、頑張っていきましょう。は？俺、帰るで。30分やろ。帰るくん？いや、監督 A チームのこんねやろ。30分で怒れるわけない。いやいや、帰るか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 。連絡席になる場合見て。ほら、あ、どうしよう。なる。最高の一日や。あ、何？今どこおんねん。俺今からも着替えて遊びに行くで。いや、さっき監督来たわ。あ、え、なんつった今。いや、監督来たって。なる。さっき電話したときにはもう監督さんこっち向かってきたみたいな。なる。え、監督なんつった？あの、たぶん後で個人的に監督に電話した方がいいと思う。はい、じゃあな。
あ、もしもし監督さん、3年生の翔太です。なる、やばいっす、やばい、来ました来ました、やばい、はい、いらっしゃるわ。あの、運河先生ね、はいはいはい、一つお聞きしたかったんですけど、はいはいはい、あの今年の夏、はい、サッカー部はどういうスタイルで行こうかな。もう今年の夏はほんのもう厳しく行くということがモットーやから、もうオフは基本的にもうなしで、もうゼロ。オフはなしで行きますよ、サッカー部は。オフなし、オフなし、休みなし、もう全部連チャンでやりますよ、うちは。野球部さんどう？いや、うちもね、うちももちろん、あ、もうやってられますか、そんなの。そうですね、もちろんうちもそのつもりでした。たぶん、まあ、オフなんかね、与えたところでってところなんだよ。ね、そうですよね。学生なんでね。そうそう、もう、毎日毎日やっとやらすといいんですよ。負けてたまるか。おやつかめよ。